カオリンは明日保護主さんがお迎えに来るということが決まっていますので、今日が最後の日になります。今日一日と明日ちょっとだけ仲良くしようね。名残惜しいね。今日ちゃんと譲渡会まで進んで幸せになっておくれ。最後までシャカ。なんで怒ってんの？お腹が空くとシャーなんて。おいで。カオリンおいで。カオリン。カオリン。はい、はい、なんでしょ。おいでよ、おいで、おいで、はい、みかさん、みかさんです。どうぞ。あ、今日は誰もいないね。どうぞ。はい、かざみかさん、はい、はい、それでお腹がいっぱいになるといい子になるな。どういうこと？分かりやすいってこと。いたいた。はい、ウンギちゃんどうぞ。なんだよ。どうぞ。どうぞ。ん？いらないの？受験。ほら、ジャックかわいい。はい、どうぞ。頑張って。どうする？食べに行く？どうぞ。ん？チュールだよ。ほら、どうぞ。お？ほら、チュールじゃない方行く。めちゅらちー、食べられる？やっぱチュール肉、チュール食べてから先食べた方がいいよ。引っ越しやら、病院代でいっぱいお金がかかっているのに、これだけはどうしてもということで買いました。ジャン君とポンちゃんを安全に快適に、移動させるために、2匹で一緒に入れる大きさの、これはなんだ、
ソフクレート。ソフクレート。ソフクレートだよ。じゃないよ。うん、T がないよ。というものだそうです。これでね、車に乗せて、ちょっとなでなでとかできたらやりながら、行きたいと思います。ジュン君、発見されました。ちゃんもチェックしています。生活しばらくしてもらってデフルするので一式だけおトイレと爪研ぎとご飯とお水のお茶碗とあとベッドみたいな感じでケージかなって思ってる。全部ではもうたくさんあるけど、それはもう多分洗ってお引っ越し屋さんに持ってたものかなと思っていて、それは全然大丈夫。ごめんね。わかりました。はーい、じゃあねー。よし、よし。6時にここを出るっていうことで。あら、ちゃんこトイレですか？プレートシャワー？プレートシャワー？してあるのね。こっち側も開けられるのかな？こっちはね、窓が小さい。そっかそっか。じゃあそこも開けられるんだ。その大きいところ ね、そこも開けてみる。まあとりあえずこの状態で今見といて、さっき2人ともね匂いを嗅ぎに来たので、気にはしてると。中入った？まだ見た？結構変だな。ちょっと入ってみる。ここで塗り地すると嫌な場所だもんね。まあ、ほったらかしで。はい、早速ポンちゃん入りました。入りました。見えるかな？面白い？ジャンくん面白い？ジャン君入ってるよ。そっちは入れないね、今。入れるようにするけどね、また。今あんまり何もしない方が。
うん、なんで噛むの？あの、リン。空腹時はお気をつけくださいっていうのを書かないといけないかもしれないね。はい。はい、で。カオリン。お腹空いてるときは別人格ですか。はい、おいで。ずっと訴えてるね。はい、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 どうぞ。あれ乗れないの？ポンちゃんの、ポンちゃんだとなかなか難しい。そうだね。ポンちゃんいい子だね。よいしょ。これどこっていい？ポンちゃん、ほら、ポンちゃんもお腹すいた？はい、で。カリカリ好きなんだよね。ジャンプ。